琴ノ箱書道。いらっしゃいませ。琴ノ箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。降りてこい、降りてこい。昨日も今日も。木製の林の中に、吊る下がっている。金のはしご、メノウのはしご。降りてこい、待っているのに。くちばしの赤くただれた小鳥よ、えやんだインコよ。老いたまみの白クジャクよ。月はうずみ、青空はいてついている。木製の黄色い花が朽ちて、メノウの段にすがるときも、降りてこい、寄っているのに、色、光、遠い響きを残して、幻のケダモノどもは、どこへ行くぞ。マタルルは、月に背きて、木製の花びらかすか、埋もれし人の足音。昼は寂し、昨日も今日も。幻のケダモノども、きらびやかに。黄金のはしごを降りつ、登りつ。西条八十、社金よりはしごです。私個人の解釈ではありますが、早く大人になりたい中学生の心情といったところでしょうか。自分の行きたいところに連れて行ってくれる、はしごが降りてくるのをただ待っているしかない。少しばかり病んだ鳥、幻の獣ははしごで遊ぶのに、自分のところへ降りては来ない。木製の花は、咲きやがて散っていく。はしごを待つ自分の時間がただ過ぎていくように。先生、大人の行うことに矛盾を感じつつも、ただ飲み込むしかない。時間が、自分を大人にしてくれると信じているといった感じでしょうか。青春の苛立ち、不安を強く感じるような気がします。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ箱書道。